珍しいわね、あなたが落ち込むなんて。まあ無理もないけど、あんなことになったのは自分のせいだ、そう思ってるんでしょう。ゆうべイリスをマーブルに連れて行ったのはあなただし、太田の不意打ちを防げなかったことについても不甲斐なさを感じている。そうじゃない？ストーカーの太田がイリスを道連れにして無理心中を図った、それが捜査本部の見解よ。太田はイリスに対して自分勝手な好意を抱いていた。きっとイリスも自分のことを好きなはず、そんな妄想も抱いていた。けれどイリスは太田のことを拒絶。そこで太田はあの世でイリスと結ばれるべく彼女を殺害し、自らも命を絶った。バカな、あの太田がイリスを殺すわけがない。第一、他の2件の殺人についてはどう説明する？イリスは左目をくり抜かれていた。沖浦や翔子と同じように。3つの殺人は間違いなく同一人物による犯行だ。2代目のサイクロプス、それが太田だとしたら辻褄の合わないことが多すぎる。イリスの殺害も含めて矛盾点がたくさん。例えば？アセトンちゃんは僕が守る。例の配信動画、太田は一度その映像の中に姿を見せている。イリスを殺して自分も死ぬつもりだったなら、どうしてわざわざそんなことを。例えば太田に自殺の意図がなかったんなら、この行動にも説明がつく。自分は犯人ではない、白熊とは別人である、そのことを示すための偽装工作だと解釈できるからだ。じゃあ最初は死ぬつもりはなかったのかも。イリスを殺した後で心変わりしたとか。で、切断機のスイッチを入れて自ら作業台の上に横たわったっていうのか。どう考えても不自然だろう。太田はこう考えたのかもしれないわ。自分がイリスと交際できないのは事務所がタレントの恋愛を禁止してるからだ。つまり諸悪の根源はレムニスの社長沖浦にあると。水木は太田の仲のいい友人だ。そいつの父親を太田が殺すと思うか？犯人が白熊の着ぐるみを着用していたのは、おそらく自分の正体を隠すため。無理心中が目的ならそんなものを着る必要はないだろう。翔子と沖浦は結婚していた。翔子を殺せば沖浦を苦しめられると思ったのかも。こじつけもいいところだ。二人はとっくの昔に離婚してるんだぞ。そのことは水木から聞いて太田も知ってたはずだ。私の方からも補足事項を伝えておこう。捜査の報告書を確認して分かったんだが、どうやら太田の脇腹には包丁のようなもので刺された傷跡があったらしい。本当か？間違いない。あ、その件なら私も知ってるわ。だったらどうして？太田が自分で刺したのかもしれないじゃない。最初はそうして死のうと思ったけど、死にきれなかったから切断機の前に。もしもそうなら
現場に包丁が残ってるはずだが。海に捨てたのかも。ボス、本気で言ってるのか。太田は一度港に出て自分の脇腹を包丁で刺し、その包丁を海に捨ててから冷凍倉庫に戻ったと。まあ本気じゃないけどね。っていうか別に私太田が犯人だなんて最初から思ってなかったし、今のはただ捜査本部の考えを代弁しただけで。本当かよ。うん、本当本当。とにかく太田は誰も殺してなんかいないし、自ら命を絶ったわけでもない。自然に考えればこうだ。アセトンちゃんも僕が守る。太田はイリスがさらわれたことを知り現場に駆けつけた。そこで白熊の着ぐるみを着た犯人を発見。そいつを倒そうとしたが返り討ちにあって脇腹を刺されてしまった。負傷した太田にもはや反撃の力は残されていなかった。犯人のなすがままに着ぐるみを着せられ、作業台の上に。そして、じゃあ犯人は一体誰なのよ。それが分かれば苦労はしない。犠牲者の数は合計で4人。だけど太田は事件に巻き込まれちゃったわけだから、サイクロプスのターゲットには含まれてなかったはず。ああ、あいつだけ左目を抜き取られてなかったしな。すると残るは3人。翔子、沖浦、イリス。この3人と接点があるのは誰？接点？被害者の接点をたどれば容疑者につながる捜査のセオリーでしょ。つまりそいつが今回のサイクロプスだと。わからないけど、犯人を考える上での一つの取っかかりにはなると思うわ。犠牲者3人との結びつきが最も強いのは水木だ。翔子と沖浦は両親だし、イリスとは親友の関係にある。さらにもう一つ付け加えておくと、太田とも親しい間柄に。が、だからこそ水木があの4人を殺すとは考えられない。そもそも容疑者候補に入れること自体馬鹿げている。確かに瞳と沖浦には接点がある。高校時代の同級生だったとか。さらに翔子とも2回だけだが会ったことがあると言っていた。だが瞳が実の娘であるイリスのことをあんなむごたらしいやり方で殺すだろうか。何がどう間違っても絶対にありえない。熊倉組と沖浦、翔子とはつながりがあったようだ。だがイリスとは何の関係もないように思える。真由美にはイリスと沖浦を殺害する動機は一応ある。真由美はイリスのことを恨んでるようだったし、レムニスのこともよく思ってなかったみたいだ。当然レムニスの社長である沖浦のことも。だが沖浦の元妻である翔子に対してまで殺意を抱いていたとは考えにくい。そして何よりも真由美が溺愛していた実の息子を殺すなんて。瀬島と沖浦、翔子、熊倉組を中継地点として経由するなら、両者の間には間接的なつながりがあったと言えないこともない。しかしながらやはりイリスとは何の接点も見当たらず。確かに俺は沖浦のことも翔子のことも知っている。イリスともひとまず面識はあるということになるだろう。だが俺にはアリバイがある。翔子のことはともかくとして、沖浦、イリス、
太田の3人は殺害できない。いや、もちろん翔子だってそうだ。言うまでもなく、俺には翔子を殺した記憶はない。俺が失っているのは6年前よりも過去の記憶だけで、ここ最近のことはしっかりと覚えてる。って、自分で自分を疑うのもどうかしてるが。だって、一応フォローしといてやるか。お前が2代目のサイクロプスである可能性はゼロだ。私は常にお前と行動を共にしてきた。よって、お前が無実であることは誰よりも一番私がよく知っている。ボス、いろいろと考えてみたんだが、どうやら俺が知ってる人物の中には容疑者になりそうな奴はいないみたいだ。まだ手がかりが足りないってことね。そうなるな。だったら伊達君、あなたがやるべきことは一つよ。捜査を継続して、何が何でもホシを挙げるの。殺された彼らの無念を晴らすために。そうだな、分かったよ。かなり古いタイプのフォークリフトだな。どうやら動きそうもない。ずっとこの場所に放置されたままだったんだろう。イリスの死因および死亡推定時刻については基地の事実と相違ない。例の動画はアリバイ作りのための録画ではなく、確かにリアルタイムで配信されていた。つまりイリスの死亡推定時刻は午前3時20分前後ってことだな。イリスの死体には左目がなかった。ああ、翔子の時もオキウラの時もそうだったが、奪われたイリスの眼球は未だ見つかっていない。今のところ手がかりになりそうなものは何も。ビデオカメラとノート PC だ。犯人はこれらを使って動画の配信を。いずれも中古業者を介して購入されたもので、その経路から犯人を特定するのは困難だ。動画の配信は倉庫内の Wi-Fi を使って行われた。回線の登録者は沖浦水産株式会社だが、ルーターにはパスワードが記されていたから、それさえ見れば誰でも使用することが可能だ。沖浦水産株式会社について調べてみた。沖浦水産は我々が知っているあの沖浦、沖浦蓮樹の父親が一代で築き上げた会社だ。やっぱり沖浦と関係が。いや、どうもそういうわけでもなさそうだ。現在の沖浦水産は沖浦蓮樹とは何の関係もない。17年前に沖浦の父親が病死して以降、会社は別の役員が代表となって経営されている。沖浦蓮樹は株を持っていないし、経営にも関わっていない。要するに沖浦は父親の後を継がずに会社を別の人物に譲渡したということだ。じゃあ犯人がここを選んだのは偶然だと。わからん。
通り現場を調べてみましたが、報告すべきことは特に。ほとんど物が置かれていない。この倉庫は使われてないのか。この台の上でイリスとオータは、オータの死亡推定時刻については言うまでもないだろう。俺がここにやってくる直前、午前3時半ぐらいのことだな。では死因についても。いや、それについては一つだけ気になることが。オータの脇腹には包丁で刺された跡があったんだよな。ああ。直接的な死因はどっちなんだ。包丁で刺された時にはすでに死亡していたのか、それとも。確かなことはわからない。だがいずれにせよ、包丁による刺し傷は致命傷に近かったものと思われる。仮にこの台に乗せられた時にはまだ生きていたとしても、絶命寸前だったことは間違いない。そうでなければ抵抗して暴れるはずだからな。だがなぜだ。犯人はどうして太田に着ぐるみを。そうな。なあ伊達、そろそろ外に出ないか。この倉庫は所轄の警官たちがすでにくまなく調べている。これ以上ここを捜査しても特に重要なものは見つからないだろう。そうだな。警官や鑑識官に何か見つかったら教えてくれと頼んでおくといい。わかった。伊達さん、ちょっとお話ししたいことがあるんですが。ん？第一サイクロ事件についてです。なんで突然。今回の第二の方の事件、ぜひとも伊達さんに解決してもらいたくて。犯人のこと許せないんです、どうしても。だから少しでもお役に立てばと。だが、だったらアビスにいた時に。あそこにはボスがいるでしょう。このことがボスにバレたら大変なことになります。それでわざわざこうして。わかった。とにかく話を聞かせてもらおうか。僕、昨夜鮮魚室でこう言いましたよね。初代サイクロプスが今回の犯行を行うのは絶対に 100% 不可能なんです。
その理由をこれから説明しようと思います。まず初代サイクロプスの正体からお伝えしますが、実は犯人は2人いるんです。2人？第一サイクロ事件は共犯による犯行だったということです。そのうちの1人は生まれながらのサイコパスであり殺人鬼、そしてもう1人は熊倉組の先代の組長熊倉ローハンです。2人には役割分担が決まっていました。サイコの方が殺人を行い、ローハンの方が目玉を。今から18年前、ローハンは一人の女性の目玉を手に入れました。その女性はすでに亡くなっていたのですが、彼は死体の眼下に指を突っ込みえぐるようにして眼球を抜き取ったそうです。理由は至極単純なものでした。彼は艶やかに輝く女性の目玉に魅了されてしまったのです。その美しさは彼の鈍乱な所有欲を刺激しました。どうしても欲しい、手に入れたい、我がものとしたい、本能的な衝動に駆り立てられるように彼は女性の目玉を。その時から彼は死亡した女性の目玉に対して猟奇的な執着心を抱くようになりました。特に死亡した女性のというところに強いこだわりを持っていたようです。とはいえ、いくら暴力団の組長でも死体の目玉をえぐる機会などそうそう訪れるものではありません。彼の欲望は満たされぬままに月日だけが淡々と過ぎ去っていくことになりました。ところがある時、彼はついに理想的なパートナーと巡り合うことに。そう、もう一人のサイクロプス、例のサイコパスです。彼はその男に殺人を行わせ、代わりに自分は殺された女性から目玉を奪うことにしました。ギブアンドテイク、共存関係の成立です。かくして第一サイクロプス連続殺人事件は不幸にも実行に移されてしまうことになりました。伊達さんがアビスに配属されたのと同じ頃、今から6年前のことです。彼は生まれつき脳の機能障害を患っていました。脳下垂体後葉の部分に損傷があり、オキシトシンが正常に分泌されない体質だったんです。オキシトシンとは母性愛、男女の愛情、信頼などに関係するペプチドホルモンで、俗に幸せホルモン、愛情ホルモンなどと呼ばれる脳内物質のことだ。このホルモンにはストレスを緩和したり幸福な気分をもたらしたりする精神安定的な効果があり、特に好意を抱いている対象との応用、愛撫、接触などの行為によって著しく分泌される。これがどういうことか分かりますか？彼は将来的な資質として愛を感じることができなかったということです。その代わりと言っていいのかどうかは分かりませんが、彼の脳には幸福という感情を得るための別の回路が備わっていました。彼はある行為をすることで脳内にドーパミンやエンドルフィンが大量に分泌される特異体質の持ち主だったんです。その行為っていうのは殺人ですよ。ドーパミンとは脳内の報酬系に関わっているホルモンのことだ。何かを成し遂げた時に得られる快感はこのドーパミンの作用によってもたらされる。一方エンドルフィンとは脳内麻薬とも呼ばれるホルモンのことで、これが分泌されると痛みが和らぎ、人は幸せな気分に満たされることになる。人を殺すことで快感を？いえ、ちょっと違います。人を殺すことでしか彼は快感や幸福感を得られなかったんです。彼が初めて人の命を奪ったのは12歳の頃だったようです。その時に殺人の快楽に目覚め、以来彼は凶行を重ねていくことに。理由はすみません、僕にもわからないんです。第一サイクロ事件は闇に葬り去られてしまった。捜査資料の中にも重要なことは何も記載されていない。だから私も調べようがなくて。本当に知らないのか？その後に及んで隠し事なんてしませんよ。
第一サイクロ事件は共犯。初代サイクロプスは二人いた。そのうちの一人は熊倉組の先代の組長、熊倉ローハン。だがローハンは1年前ビルから飛び降りて自殺している。ということは。なあピューター、教えてくれ。サイクロプスの片方が死んでることはすでに分かってる。残るは一人。そいつは一体。彼は4件目の殺人を終えた後、警察によって逮捕されました。一応別件でってことになるんですかね。とにかく今は府中刑務所に収監されています。府中刑務所。ええ。そいつの名前は。証拠番号は89号。刑務所の中ではそう呼ばれているそうです。89号って。俺は名波翔子を殺した犯人を知っている。だから言ったんですよ、初代のサイクロプスに今回の犯行は不可能だって。だってそうでしょ、一人はあの世、もう一人は塀の中、両方ともシャバにはいないわけですから。どうやら瑞希は知ってるみたいだな。イリスやオータの身に何があったのか。当たり前だ。あの光景はネット配信されていたんだし、ニュースでも大々的に報道されている。しかも国内だけではなく世界中の各地で。3日前、瑞希は変わり果てた母親の姿を目撃した。2日前には父親の姿を。そして今日の未明、2人の友達が惨殺されたことを瑞希は知った。もう限界だろう。まともな精神状態でいられるわけがない。ちょっと一人にしてもらえないかな。大丈夫か。うん。相棒、アビスに連絡してカウンセラーをよこすよう頼んでくれないか。わかった。あんたのせいだ。
警察の人から聞いたよ。あんたがあのイリスって女を野放しにしたから。それでオータは事件に巻き込まれて。伊達、捜査の報告書を調べてみた。どうやら真由美は今朝早く、オータの死体の身元確認をしたらしい。そうか。悪いけど、帰ってくれないか。聞こえなかったのかい？出てけって言ってるんだよ。伊達、行こう。とても話ができそうな状態ではない。ああ、そうだな。イリスは私の全てでした。どこに行く時も私たちはいつも一緒でした。洋服を買いに行く時も、映画を見に行く時も、散歩する時も、近所のスーパーへ買い物に行く時も、よちよち歩きの頃は私の指を一本だけ掴んで私の隣を歩いていました。手のひらが小さすぎて、まだ指を一本だけしか握れなかったんです。それが二本になり、三本になり、ようやく手のひらが握れるようになって、やがて私の手を離れていきました。でも最近は腕を組むようになったんですよ。いつまで経っても。甘えん坊だったんです、あの子は。この部屋のあちこちにあの子の思い出が刻まれています。赤ん坊の頃、このソファーから転がり落ちて大泣きしたこと、ビリビリに破かれた絵本のページ、窓ガラスに残されたクレヨンの跡、母の日に描いてくれた私の似顔絵、床の傷、欠けたお皿、テーブルの焦げ跡、クッションのシミ、目に映るもののすべてにあの子の思い出が。なのにどうして。太田君は私の教え子だったんです。彼が小学生の頃受け持ったことがあって、警察の方から伺いました。太田君はイリスを助けようとして犠牲になったって。何と言っていいのか、もう言葉が見つかりません。ひとみさん、私にできるのは事件を解決すること、それだけです。何か手がかりになりそうなことご存じないですか？こんなことが手がかりになるかどうか分かりませんが。構いません、教えてください。私前にこう言いましたよね。沖浦君の奥さん翔子さんとは2回だけ会ったことがあるって。一度目は二人の結婚式で、二度目はほんの一月ほど前、場所は刑務所の面会人待合室だったんです。刑務所？実は以前親しくしていた知人が服役していて、それで私年に何度か面会のためにその刑務所を訪れてるんです。
そこで偶然翔子さんの姿を見かけて、向こうは気づかなかったみたいですけど、私の方は横顔を見てピンときました。沖浦君の奥さんだって。翔子さんも私と同じで受刑者の面会に来てたみたいでした。その受刑者というのは？さあ、そこまでは話したわけではないですし。どこの刑務所ですか？東京都の府中刑務所です。府中刑務所？失礼しました。こんな時にお邪魔してしまって。では私はこれで。私どうしていいかわからないんです。あの子のことを思うと。伊達さん、必ず犯人を捕まえてください。お願いします、お願いします。わかりました、必ず。大丈夫？え？昨夜のことよ。ああ、昨夜っていうか午前3時ぐらいのことだけど。事件のことを知ってるのか？そりゃね、どのチャンネルをつけても報道特番ばっかりだし。死人みたいな顔。一杯飲んだろ。俺が欲しいのは蒸留酒じゃない、情報なんだ。何か知らないか？そうね、ただの勘でよければ。聞かせてくれ。今回の事件、なんとなくだけど熊倉組が絡んでるような気がするのよね。ほら、前に言ったでしょ、レンちゃんと熊倉組には関係があったって。レンちゃんの別れた奥さん、なだみ翔子も同じ。知ってると思うけど、彼女も熊倉組とつながってたみたいで。要するに被害者のうち2人に熊倉組との接点があった。だから事件にも熊倉組が関わってるんじゃないか、そういうことか？2人じゃなくて3人ね。3人？もしかしてイリスのことか？ううん、そっちじゃなくて少年の方。昨夜ここに来て私が留守番を頼んだ。太田か。そう、松下食堂の太田くん。彼の方には熊倉組との接点が。こんな噂があるの知らないかしら？熊倉組はね、関連の不動産会社をいくつも持ってる。それぞれ独立した会社に見えるけど、
裏で牛耳ってるのは熊倉組。今ここでは仮にそれらの不動産会社を KE 連合って呼ぶことにするわね。その KE 連合も瀬島と同じように買ってるのよ。川崎地区の土地を丸ごとごっそり。さて、ひとまず KE 連合の話は置いといて、瀬島の話に戻るわね。川崎地区カジノタウン化計画って聞いたことあるでしょ。この計画を最初に立案した人物こそが、何を隠そう瀬島なの。私は生まれも育ちも川崎です。かつての川崎の風景を、大地を、私は心から愛していました。ところが今の川崎はどうでしょう。テレビで惨状を見るにつけ、私の心は切り刻まれるように痛むのです。私は何としてでも川崎地区を復興させたい。そのための足がかりとしてカジノタウン化計画が必要なのです。その後の瀬島の動きは早かったわ。関係各局に根回しした上で関連法案を国会に提出。法案は速やかに可決され、政府主導の下で計画は推進されることになったの。かくして川崎地区の除染作業は急ピッチで進められることになった。現時点ではまだ正式には立ち入り禁止の指定は解除されていない。だが除染自体はほぼ終わり、今は人体に影響のないレベルにまで汚染濃度は下がっている。今後計画が順調に進めば、川崎地区の土地の価格が急騰するのは間違いないな。経営連合が二束三文で手に入れた土地がね、瀬島も同じよ。うまくいけばたった10億で買い戻した自分の土地が将来的には数十倍の価値を生むことに。結果的には両者とも濡れ手で泡のボロ儲けってわけか。だから噂ではこんな風に言われてるの。化学工場は実は事故で爆発したんじゃなくて、故意に爆破されたんじゃないかって。首謀者は瀬島と熊倉組。でも証拠はないのよね。ただの噂話だと一蹴されてしまえばそれまで。で、何の話だったっけ。太田と熊倉組の関係についてだ。ああそうそう、太田君の家松下食堂って川崎地区の近くにあるそうじゃない。爆発事故の影響もろに受けたと思うのよね。客足は途絶えて売り上げは減り、今はもう潰れちゃってたとしても不思議じゃないわ。だとすると太田君はきっと恨んでるはず。事故を起こした人間を、それが故意に起こされたものだとするならなおさら。というわけで太田君と熊倉組、怨恨の線でつながってるんじゃないかって思ったのね。ママありがとう。今の話が事件の解明につながるかどうかは分からないが。無駄だったかしら。そんなことはない、参考になったよ。そう、少しでも役に立てばいいんだけど。じゃあ俺はこれで。またいつでも来て。